暇だな暇だななんでこんな落とし穴あるんだろう落とし穴、あ、言っとくの忘れました。落とし穴たくさん埋めときました。はい、どうも皆さんこんばんは、プチプチです。今回もですね、飛び盛りで青鬼実況プレイやっていきましょう。ねえ、テレペガさん。はい、こんにちは。また来てます、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。また来てます、よろしくお願いします。はい、はい、もうそろそろ準レギュラーを名乗ろうかなと、はい、僕のチャンネルの準レギュラーですか。はい、はい、僕のチャンネルの準レギュラーめっちゃいますよ。マジですか。その一部になってください。はい、わかりました。ということで今回テレペガさんと一緒に青にやってくなんか横移動してるえ、新手のムーンウォーク的な。ということで今回テレペガさんと青にやっていくんですけど、うい、じゃあ僕が最初青鬼になるので、うん、テレペガさんの足から太ももにかけての美味しそうな肉の部分を食べていきたいなと思います。なるほど、焼いてください、せめて焼いてください。あ、ドMなんすかそこまでお気遣いありがとうございますね。はい、骨までしゃぶり尽くしていただけるとやっていきましょう。さあ、準備いいですか。いきますよ。はい、よーい、スタート。ということで逃げます。僕ね、今回ヒカキンさんのコスプレをしてきたんですよ。何やってるんですか。ヒカキンさんのコスプレですか。見ていただきたいんですけど、やっぱりこのあれですよ、このサングラスに、はい、この服もこれもヒカキンさんのアイコンをイメージしたんで、素晴らしいこれは服装になってると思います。え、それお手製なんですか。それQR コードを読み込みました。あ、なるほど、お母さんが手編みで作ってくれたわけじゃないんですね。そう、もうパツールで。あ、ツールで。そう。それ苦労しないパターンだ。全然苦労してないで作ったパターンですね、それ。そうなんですよ。待って、誰かキャーって言ってる。あ、落とし穴かな。落とし穴かと思ったらこれ、違うやん。何でした？いや、なんかわかんないです。これスコップ持ってきてないですよね。スコップ持ってきてないですか。あ、スコップ持ってきてるんですか。持ってきた。あ、スコップ持ってきてたんですね。うん、使ってダメですよね、これ。あ、使っちゃダメですね。さあ、青鬼がスタートした。逃走中風に。さあ、ピコピコハンマー持っていきます。さあ、どこだ。まずテレペガさんを捕まえよう。今いなかった。あ、違う、村人だ。村人がね、紛らわしい。あ、いたと思って叩いた。あ、村人だった。真顔で顔面受け止めるからね、村人みんな。ピコピコハンマーを、あれ、叩き続けると怒る。あ、そうなんですか。そう。じゃ、ずっと永遠に叩き続けてみようかな。うん、そう、嫌いな住人を引っ越しさせるためにその技を使ってたんで。あー、最低ですね。いた。誰。はい、捕まえた。さあ、一人捕まえましたよ。助けに行くのもありです。助けに行かなくて見捨てて、ね、なんていうの、もうお前なんて知らねえよ、もう一人でやってけみたいな感じ放置するのも OK です。僕やっぱりね、その女の子を助けるっていうのはやっぱ大事かなと。ああ、なるほど。うん、これ家に行けばいいんですよね。家行けば、家に行ってタッチすれば OK です。で、うん、え、また捕まったの？解放って言えば OK です。うん、そうっすね。やっぱ女の子を助けるってやっぱ男の使命じゃないですか。さあ、あの、女の子なのかな、わからないですよ。もしかしたら男は絶対助けないからね。絶対男は助けないからマジで。もしかしたら女の子って言って男の子かもしれませんよ。そうっすね。もう、あのね、男は勝手に死んどるですよ。いや、もう女の子はね、まあ、そうそうね、まあ、手を差し伸べるけど、その男はね、うん、男はすぐ死ね。いや、問題発言だ。全人類の男性を敵に回してますね、これ。35億人を敵に回しました、今。35億もいるのか。いないな、やっぱ、家の中にはいないな。あ、でもやっぱ女の子助けてえな。
あ、なんだかんだ言って助けないんですね。いや、助けないっすよ、俺は。やっぱ自分第一なんで。あー、なるほど。そう、自分が死んだら元も子もないっすからね、こんなの。まあ、確かに。そう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 。うん。でも、あれですよ、助けたら、うん、助けたらあれですよ、テレベガさんの好感度上がって、多分テレベガさん大好きっていう子に変わりますよ、ね。あー、なるほど。なるほど、多分俺このまま隠れてたらさ、その見てる女性視聴者が、ブチ切れると思うんですよ、ね。なんだこのビビりはみたいな。なるほど。このビビりもやし。ここに隠れてればってことは多分家の中にいるんだろうな、きっと。家の中に、ザヤンって座っているんだろうな。なるほど。そんな気がしてたまらない。あ、ここら辺にいそうな気がするな。これでいいんじゃないですかね。ダメなんですか。いえー、やられたうっす、やられた。でもこれ多分来るんすよね。解放データ多分来るっすよね、これ。どう考えても。いや、もしかしたら先回りしてる可能性がありますよ。なるほどね。そこら辺気をつけないと、ペガちゃんがペッペラパーになっちゃいますよ。いや、今これ多分ね、女性視聴者のさ、好感度が上がったと思います、これはさすがに。ありがちよって言ってますよ。うん、ありがちよ。ってことはあっちの方にいるか。待って待って待って。あれ、あ、ちょ、あれ、危ねえ、今危なかったな。今危なかったっすね、俺。今いた？今いましたね、今すれ違いました、マジで。ですよね、どこ行った？うん、はっ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 は。はい、捕まえたー。はい、捕まえたー。すごい。はい、来い、おい、来た。はい、捕まえた。はっ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 は容赦ねえこいつ。マジで容赦ねえこいつ。イエーイ、全員捕まえたぜ。いきますよ。3、2、1、ゴーシュー。ベイブレード。いやね、プチプチさんもね、やっぱりもう家の前で待ってくれてると思うんですよ。家の前で待ってるんですか、僕が。そうそう、僕の登場を。なるほど。多分ね、俺が今想像してる登場の仕方っていうのは、まあ俺がこっから家から出てくるでしょ。もう3人みんな俺を囲んでみんな歓迎するんですよ。16、15、14、13、19、8、6、5、2、3、2、1、スタート。ベンベンハロー YouTube。 ということでタイマーをスタートしました。さあ、テレペガさんが今待ってないかな、家の前に待ってないかな。解き放たれる。も誰も待ってない。なんで、ん、危ない危ない危ない。あ、いきなりですね。やばいぞやばいぞやばいぞ。見えたんですよね、いきなり今。バレたか。いや、せっかくだからちょっと家の前で登場しようかなと思ったんですけど。さん、優しいな、プチプチさん。テレビ側さんいなくなったけど。え、当てました。何ですか。当てました。僕当たってはないですね、見事に空振りました。うわ、危ねえ。なんかせっかくさ、やっぱりもう男ぶっ殺して女だけ生かそうぜ。もうなんかテーベガさんがなんか生かそうってか言うとなんか変で意味合いになるからやめましょう。殺さないって意味ですよね。うわ、いたいたな、バーカ。よし、誰か犠牲になってる。バーカ。捕まえたら捕まえたって言ってくださいね。バーカ。バーカ。素晴らしいね、もうこの芸術ですよね。
この確保の仕方も今見ましたよ。もうこれベッドで確保ですよ。ベッドで女の子の確保ですよ。もう芸術ですよこんなの。芸術言うな。どこが芸術だ。捕まえ方もちょっと違うというか、やっぱ俺は違いますよこれは。なるほど、うん、寝てた。寝てたら寝取られてるじゃん僕の人さ。素晴らしい。しかも女性で、ね、女性で寝取られちゃってんじゃん、うん、すごくね、これ。さて、あお、いるじゃん、やっぱりみんなが。いるじゃん、お前。みんながいたのか。寝取られました。俺、何も言ってねえのに。やっぱ俺、優しいんで。優しいっすね。これでみんなも、そうっすね。モテだ、テレビがさ、大好きだ。今見た？この紳士でジェントルメンですよ、今。ジェントルマンプレイですよ、今の。でもそれを自分で言うってことはそこまで親切じゃないってことっすよ。でも正直これ見つからないと思うな。ちょっと待ってよ、家の中入れねえ。おい、入れねえんだけど。固まった。え、おい。ねえフリーズしてんだけどこれ。おい、フリーズ。いや、なんか、いや動いてるんですけど、ドア叩こうとしたら止まる。あ、エラーが発生しました。ということで青鬼終了。というわけで皆さんご視聴いただきありがとうございました。まあ、テレペガさんと初の飛び盛り実況プレイ、そしてヒカキンさんとの飛び盛り実況プレイ、もうかグレードアップグレードアップしてるじゃないですか。なんすかそれ、めっちゃファンじゃないですか。超ファンじゃないですか。ヒカキンさん大好きなんで、はい、ということで、また誰も笑っちゃう。ということでまたね、次回青鬼ちゃん回さないの、ね、回さないのヒカキンさんを。ヒカキンさん切らないで、斧で切らないの。ということでまた次回青鬼実況プレイでお会いしましょう。じゃあねー。